それが竹の花だと知ったのは、後でおじいの話を聞いたからだ。竹は120年に一度咲き、花の咲いた竹は皆ことごとく枯れてしまうという。竹の花を見た者は、忘れられた昔に触れる力を授かると、おじいは言った。
話って。できた。は？病院行ったし。俺の？当たり前じゃん。バカ。マジで。私は小野寺。あのさ、俺高尾のグループ店の搬入手伝ってんだよ。だから行くわ。午後の大変頼む。トール！取ってくるわ。大盛りになるから、まずさ。はい、しろよ。あ、ごめん。竹の花って見たことある？竹に花が咲くのか。いや、なんでもないわ。そうか、うん。お前もこれで晴れてやもめってわけだ。のりこにはその方がいいんだ。あつこはどうする？娘さんのことなだけやな。悪い。罰が当たったんだよ。そんなこと。お昼買ったよ。お弁当。遅いと思った。台所借りるね。ああ。ごめんなさい。おいおい。これ、のりこさんじゃないよね。さよこあさぎ？なんだお前、昔のこれか。いいじゃない、別に。いや、気になるだろ、だって。いや、覚えがない。え、大丈夫か？そういえば最近よく記憶が途切れるとか言ってなかったか？ボケるにはまだ早いんじゃないの？せーの、よいしょ。気をつけてよ。よし、またバカでかいの作ったの。それじゃお前展示物なんだから。お前全然撮ってねえだろ。俺はね、うん、充電中なの。何だお前充電中って。あとにさ、お前グループ店のメンツ合わせも苦労するぜ。え、でも新しいの入ったんだろ。ああ、あれ、あそこのパステルのやつだ。なんだ、妖精のやつがさ、誘ってくれてさ。
俺見たことないんだけどね。うん、ちょっと、あ、おい、立ち待ってさ、危ない危ない、早く早く早く。女か。ああ、浅木さよ子っつったかな。浅木さよ子。あ、いらっしゃい。早いわね。嫌なことは早めに済ませたい主義でね。弁護士の田宮さんから電話あった？ああ、補足書類の件、また後日手続きすることになったよ。そう。面倒なことは一度で済ませたいんだけど。わからないことは直接タミヤさんに聞いて。私は忙しいから。それは、ああ、堀尾教授の教え子の作品、学生の作品だし、どうしようかと思って。後輩の作品を選別代わりにあげるわ。作者は？あぎようこ。作詞家みたいな名前ね。気になるの？久しぶりに教授に会ってみたら、昔のこと少しは思い出せるかもしれない。どうしたの？また頭痛？どうしたの？また頭痛？冷めちゃう。
竹は120年に一度咲き、花の咲いた竹は皆ことごとく枯れてしまうという。竹の花を見た者は忘れられた昔に触れる力を授かると、おじいは言った。堀尾教授は外出されてます。そう、パステル。はい。20年ぶりかな。昔と変わりましたか？いや、わからない。昔のことはもう忘れたよ。何も覚えてないんですか？思い出せないんだ。いや、思い出すなってことかもしれない。レミニセンスってご存知ですか？レミニセンス。思い出は少し後になってから思い出すと、より鮮明に思い出されるっていう意味だそうです。そう。じゃあもうしばらく待ってみようかな。そうですね。置き去りにされた思い出が私に復讐に来たのだと思った。Thank you.
外出中。あ、触らないで。絵が消えちゃうから。消える？粉だから、こすったり振動でも消えちゃうんだから。そんなことも知らないの？あ、いや、そんなわけないでしょ。ちゃんとコートしてあるわよ。写真家2回生の小野寺くんでしょ。真由美さんと付き合ってるって高尾くんが言ってた。あいつ。ねえ、竹の花って見たことある？竹ってね、120年に一度しか花を咲かせないらしいの。1970年頃に世界的にマダケの開花現象が見られたって記録がある。多分その時に私も見たんだと思う。いつだったか忘れちゃったけど、見たことだけは鮮明に覚えてる。そういうことってない？あれは幻だったのかもしれないって思うんだけど、でも確かな記憶として鮮明に映像が残ってるもの。レミニセンス。レミニセンス？そういう鮮明に残ってる記憶のことをレミニセンスって言うんだ。レミニセンス。そのうちな、のりこがいかにマメだったか今頃気づいたよ。遅いよ。ああ、離婚調停の方は順調なの？弁護士がうまく進めてるよ。そっか。なあ、うん？八尾国って知ってるか？八尾国？ああ、あれか。人魚の肉を食べて不老不死になった女が甘さになって800歳まで生きたってやつ。本当に年を取らない人間なんているのかな。自分の女房がいつまでも若いっていうのは幸せだろうけどな。それは天女を嫁にもらうような話だな。だって昔から言うぜ、女房と畳は新しい方がいいって。天女を嫁にもらった男は本当に幸せなのかな。うん、幸せなんじゃないか。そうか、そうかもしれんな。Thank you.
したい記憶がなければ写真を撮ろうとは思わない。残したい記憶、自分が本当に愛おしいと思うものを切り取ればいいんじゃないかな。これは邪魔したかな。いいの。じゃあトオルくん、また。あ。今日でもう最後にしましょう。ああ、そのつもりだ。タミヤさんからの書類、確認してくれた？特に問題はない。あの子のこと以外は。それはもう言わないで。サヨコって言ったのか。サヨコよ。それがどうかしたの。サヨコ。
娘の名前まで忘れたって言わないでよ。いや、そうよね、あなたが名付けた名前だものね。とても大切な名前だって言ってた。大切な、忘れたくない名前だ。すまん、急用を思い出した。残念ながら、まず母体を優先させるしかなかった。かわいそうだが、仕方がない。先生、患者さんが目を覚まされました。
真由美ちゃんガイド。まあなんとかね。彼女さ大学辞めたりしないよな。え、あ、例のグループ店の浅井さんも大学辞めたらしい。結婚するんだって。はあ、惜しいよな。俺さ、ちょっと狙ってたっていうかさ、彼女美人だしな。小野寺、浅木さよ子、粉だから擦ったり振動でも消えちゃうんだから。レミニセンスってご存知ですか？思い出は少し後になってから思い出すとより鮮明に思い出されるっていう意味だそうです。置き去りにされた思い出は見事に復讐を果たした。出かけてる。あの、返したいものがあるんですけど。一つ質問に答えてくれたら彼女の居場所を教えてやるよ。何です？天女を嫁にもらった男は幸せだと思う。天女？不老不死の女さ。まあいいか。さよ子は配線が抜けちゃって。どうした？行け。俺は幸せだと思います。そう。そう。
ともとはあなたのものよ。え？あなたは馬爪。馬爪？最初にあの湖で出会ったとき、あなたは41歳だった。何を言ってるのかわからないな。それであなたに興味を持った。織物の糸をほどくようにあなたの過去を遡った。あなたの時間に私の種をまくために。肝は百年の命に値する。百年を生きればもう一度竹の花を見ることができる。私にもう一度竹の花を見せてくれる？初めまして。以前どこかで。そのペンダント。ええ、娘のなくしたのかと思ってた。どうして？ここで見つけて時々来てみてたんです。落とし主に会えそうな気がして。あの、名前は？さよこです。なんだか懐かしい名前だ。じゃあきっとまたいつかお会いするかもしれませんね。いつか。
花の咲いた竹は皆ことごとく枯れてしまうという。